大まくり勝率上がった。1万円で164回転ボーダー回ってるぞ、ボーダー回ってる。あとは今日は自分の引き次第、今日が一番勝利に近い日だ。支援するぞ。リーチだよ。おっけ、取ったわ。先張りからの氷結はこれ10センチを取ってる。赤い陣一発で取ったぞ。私が止める、止めてみせる。力を貸して。よし、はまっはまっ。さあエミリア、すべてを解放しろ。ダメよ、まだすごく頑張れる。知ってる、お前は自分自身のことよく知ってる。176回転、177回転。大ウサギ、殲滅戦ボーナス !55% で天国、45% で。お願い、力を貸して。地獄だぞ。敵を狙って狙って。 10%取る確率の方が高い。信じてるからな。入った。これが相手だ。フォローミー。うわー、ピョトリスト。これで終わり。一発1万1000円でラッシュ取った。今日は勝てる日なのか。ラッシュ取ったからプラマイゼロは確定的。これで乗せればプラス1。つまりプラス1確定ということだ。今何か音が聞こえただろう。それは僕が左人差し指でボタンを押したんだ。そのボタンが反応した瞬間、1500発の上乗せが確定する。今日はいつもと違うぞ。絶望に抗い始めている男の底力、強い。25%、ここ持ってきてくれたら今日1日楽になると。ここ6000発結構いくイメージなんですよ。10発目取れたら結構6000発いくイメージ。頼む。ない、いい感じですわ。強欲ラッシュ、レディーゴー。プレーンラッシュでいくと、ノーカスタム、ノーライフ、ノーカスタムでいく。一番何もラッシュに付け加えないのが一番伸びるからな。
回転、残り100回転、さあ突破、なし、やっぱ点滅保留が最低限っていうところだよな。さあ 10% なんだからもっと来ていいだろ、でも通り失敗も来てねえぞ。取れない、この先輩マジ取ってくんねえからな。50ロール50回転、赤い一発目のラッシュが駆け抜けられた時、その日の勝利がぐっと下がってる。しかしな、3連発でもいい、99.9 ならいける。30強欲だからまあ4500発、不幸中の左打ちに戻してください、不幸中の幸い中の不幸だな。まだまだ行くぞ。押してみるといい、マジか、決まった、2分の2強月の魔女、71回で2回目の初当たり、手持ちは切羽、私の名前はただの持ち主、ただの持ち主の失敗だな。メリオール大森林で生まれた衝撃の魔女、望みは叶え、
けてきたら、おっと、ない、次も駆け抜けたら290回転駆け抜けることになる。そんな99分の1たまにはまり死ねよな。90分の1だぞ。前回のラッシュ終わった時から考えると145分の1、おっしゃとだ。強欲ラッシュレディーゴー。さて平均9連発出すにはさっきは 4.5 やっぱしだったから、つまり今現状やっと半分か。あと9千発で平均だぞ。3千発1発も上乗せすればいける。いや、今の煽りした瞬間もらったと思ったんだけどな。いや、今の煽り落とさっていけ。また悪夢を見ることになるか。左内に戻してください。外れるんかい。2万なくなりました。もう朝一順調だったのに、お前下がったらもう二度と戻せないんだぞ。3枚目もういつもと同じ展開は望んでないんだぞ。いいするぞ。戻ってくる。強い、これは強いぞ。これは強い、熱い。しかもミニエミリア、幼少期エミリアもいる。これは熱い、先よりも熱い。あーでも普通のショックか。716回転、投資は28000、投資28000、これ当てなかったら1000超えは確実だ。じゃあ終われねえ。仕留めろよ。全ては継続のために。強欲煽りしてるんで強欲まで いきますね。これは必ず作ってみせる。ここから先は君次第。強欲。
らない。カズの力を思い知れ。いや、そのことはよくない。今から大量の大ウサギが来るんだぞ。合戦は負けてるんだぞ。スバル、その考え方は負けへ導く。大ウサギ殲滅戦ボーナス。今日2分の2で取ってる。でも負けてる。平均出ていない。力を貸して。右を狙って。もし今日勝つのであればここを仕留める。これを仕留めなかったら今日は敗北が決定する。大ウサギども、俺が相手のフォロミー。エミリア、なし。 44%。ベッドシロ 43%。 こいつらまとめてぶっ飛ばす。チームしたもんで大精霊ベアトリス。ポジシロ 46%。 マルシャマトータル 43%。 長押し頼む。こっちも、うん、うわっ。4万円目だぞ。4万円目。これ以上投資はしたくないぞ。支援するぞ。しょっぱな超流、これ熱いかもしれない。9回目の桜。まだやり直しをしないのかい。今あるものは亡きがらの上に立つまやかしだ。大聖霊様、いいとも。僕はマナ娘。あるか。全然弱かった。ロジガール様、魔女の妄想からあなたを奪い取ると。5万なくなったぞ。おい、かろうじて回ってんだから頼む、当たってくれ。もう6万。今日勝ってたんだぞ、みんな。今日勝ってたのに、なんでいつもこうやって5万以上の投資になっちゃうんだ。諦めない。一発のラッシュで全部回収するからな。最後のラッシュだから。16、17。ボーダー回ってんだぞ。ボーダー回ってんだ。7枚目。7万だぞ。今日俺当たらないんか。もう当たらないんか。俺このままだったら本当に行っちゃうわ。今日当たらないんか。回ってるんだぞ、回ってるんだ。8万円目か。嫌がってる。暴殺が入りたくなくなってる。おかしい。支援するぞ。行ってこい。880回転。投資は76000。当たってくれよ。880回転。強欲に。ちょうど電池切れだ。そう名乗った方が通りがいいかな。880回転。投資は76000。10回目の先払い。余計な無駄は76000なら2万発。2万発出せばまくれるからな。茶会に呼んでくれてありがとう、エキドナ。この茶会の期待度は 67% だ。強欲行けよ、強欲行けよ。上がれ。 OK。 ここから先は君次第。強欲 70%。 強欲。ガーフィールで 63%。 エルダス 70%。 ロスワルで 83%。 エルダス 70%。 タイトラしろ。仕切り直しと思っていいのか。 70%。5点、大丈夫だろう。5点だし、
爆ダッシュ。大丈夫だよな、この落としたら7万6千負けだぞ。今日15万くらい入るからな。君を救ってみせる。落とすなよ、取れよ。落とすなの7万6千だぞ。3回。おや、助かった。880回で年は70歳。さあここからの本番。よかったよ、俺は茶会に戻ってくることができたんか。10回目の叫ばれ。大ウサギ全滅戦ボーナス。ラッシュも下振れしてる、パス当たりも下振れしてる。どこで上振れするんだ。お願い、力を貸して。一回した欠損は二度ともう帰ってこないんだぞ。この一玉、この一玉だぞ。未来を変えるな、この一玉。あいた、55%。頼む、エミリア。エミリアなし、45%。イルミア43%。こいつらまとめてぶっ飛ばす。チームしたもんで大精霊ベアトリス。いや落とすわけにはいかんって。880回で中押し。ここ落としたら10万まで見える。あっちが落ちた。アルシャマ負けるんだ。諦めなくてよかった。マイケルベアベアコア、よくやってくれた。2万2000発出せばいいんだろう。2万2000発なんて、そんな今日の分のラッシュ欠損を取り戻したら2万発は軽く超えるからな。これが最後のチャンスだぞ。取れよ1500発。1500発、 25%。 今日ラッシュやってねえんだぞ。願いを通じろ。オッケー、とりあえず1000万発。オッケー。仕事持ってきてくれ。頼む。仕事でいいんだぞ。バチリスク実弾の通常時の巻き込む当選率 25%。 いい仕事でいいんだぞ。何かの間違いで来い。強欲ラッシュ、レディーやったぞよ。さあ今日のラッシュは駆け抜けて1年、4500発が2回だけ。もうその4500発までたどり着いている。上振れする準備はできてるな。欠損を詰めて取り戻してこそやっと平均。勝つには絶対に欠損してはいけない。このリベロは下振れした時点でもう負けなんだぞ。残り100回で。ガフィール弱いような。ガフィールは頼む。30番、煽り出し。そう、この30番落とすってことは今日はもう駆け抜けるのか。オッケー、助かった。狙いなさい。おお、びっくりした。300発かと思った。このボーナスを欲するなんて君は強欲だ。まだいけるな。超強欲ボーナス。さあこの25番。
君は魔女を口説く才能があるのかもしれないね。そうかもしれないな。現在の魔術額は34万くらいか。いや、33万くらいか。こんなに現状負けてないよな。僕にはもしかしたらその口説く才能ないのかもしれない。でも今口説いてる途中、口説き切った時にプラスになって出れてくれればいいだけ。俺は今これは使命を味わってるんだ。エリア、エミリアも苦しんだように俺も苦しんでる。僕とエミリアは一心同体なのかもしれないな。消えろ。泣いた。強欲ラッシュ、レディーゴー。とりあえず平均出てくれたことに感謝するよ。いや、今日はサザンヌの身の上にあったけど、まだまだな。さあ、こっからは挽回の時間だぞ。平均で満足していたら平均的な人生しか送れねえ。上振れした人生を送るためには賭けに出る必要があった。その賭けている最中、投資段階 OK。 狙うのよ。300発か3000発か、どっちなんだ。強欲ラッシュ、上がれレディー、上がれ。ないか。まあいい、ついてくれなきゃありがたい。3000発だぞ。意識するのは3000発からの上乗せ。一撃4500発だ。4500発を持ってこい。焦るな、エキドナを笑ってるよ。冷静だ。焦るな、落ち着け。ガチの平均。朝一はとんでもなく今日はいけるなっていう感じの引きだったのに、結局800余っていつも通りの投資をしていつも通りに負け額でも、しっかり回る店でよかった。これ回らない店だったら多分投資10万は超えてた。いや、回る店ってやっぱ探せばあるんだな。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いや、今日も負けました。でもまあラッシュの確率は今日は 75% で突入したんで上振れた方ではあるんですけどね。それでもやっぱきついっす。100回当てるまで僕はノンストップでぶん回すんで、これからもご視聴よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆっくり寝るわ。おやすみなさい。